愚かな発言の杉田水脈、アイヌ朝鮮に対するヘイトひどすぎる、安倍晋三のご愛子亡くなり、国会で大問題になっている。このブログを書きツイッターで拡散したのは事実ですか？民族衣装のコスプレおばさんとの投稿について問われた杉田政務官。私がこのような感想を持ったのは仕方がなかったことだというふうに思っておりますが、現在はです。私がこのような感想を持ったのは仕方がなかったことだというふうに思っておりますが、現在はです。私がこのような感想を持ったのは仕方がなかったことだというふうに思っておりますが、現在はです。私がこのような感想を持ったのは仕方がなかったことだというふうに思っておりますが、現在そう思うのは仕方がなかったことだというふうに思っております。現在、私がこのような感想を思うのは仕方がなかったことだというふうに思っております。